えのき城寺のぐるぐる番開運御朱印巡り、千葉県千葉市駒森神社参拝の巻。全国の御朱印ニストの皆さん、こんにちは。えのき城寺です。今回はですね、千葉県千葉市幕張に鎮座の駒森神社というところへ行ってまいりました。それではご覧ください。どうぞ。はい、こんにちは。えのき城寺です。今回はですね、千葉県の千葉市に来ております。今日来たのは、ご覧ください。駒森神社というところに来ておりますよ。それでは早速、参拝に行きたいと思います。イエーイ。駒森神社。千葉県千葉市は、幕張に鎮座する下草の国幕張総鎮守。創建の年代は不詳ではあるが、治承4年1180年にこの地下草の豪族千葉氏中興の祖とされる人物、千葉常胤の四男大須賀胤信が父より、現在の幕張周辺を譲り受け幕張城を築いた。建久4年1194年に胤信は源頼朝公の命により、富士の狩り場に赴く際、当地の社に参拝祈願をすると、その御神徳が良い成果を得られた。このことから社殿を造営したと伝えられている。これがこの神社に伝わる最も古い記録によるものだが、創建自体はそれより以前である可能性が高い。かつては菅大王神社と称されており、古くは御頭天皇を祀る祇園信仰の神社であった。永正5年1508年になると、氏子が海岸沿いへ移住することに伴い、幕張城の近くから現在の地に遷座。明治に入ると神仏分離に伴い、菅大王神社から現在の駒森神社とその名を改め、今日に至る。御祭神は竹早須佐能の御事、伏名田姫の御事、大名無知の御事。御利益は縁結び、良縁、恋愛成就、子宝、安産、子育て、子供の守護、病気併誘、出世開運などなど。境内にはいくつかの境内社があり、ここ生島神社は古くから海上交通の安全を祈願されてきた。この幕張が埋め立てられる以前に使用されていた錨も奉納されている。ここは稲荷神社。祠は新しく再建されたものだが、手前には一対の古い狛犬が置かれている。その隣には古い石碑が。社殿の手前右側には学問の神として信仰を集める天神社がある。下草の国幕張総鎮守駒森神社。
そこは幕張の歴史と地域から愛されている子供の成長を見守ってくれる神社。いかがだったでしょうか、駒森神社。いやー、ここの神社ね、とっても静かな雰囲気で、それから美しい境内がとても印象的でした。そして、この御神木ですね。御神木のところにおみくじがこう、ぐるぐるっとこう巻いてあるのが、これがまたね、美しい感じなんですね。神社の御神木っていう感じでした。この日は日曜日だったんですけれども、他にも数名の、数組のね、参拝者が訪れていて、でもこの日はもうほんと天気が良くて、ポカポカして、とても気分が良かったんですね。本殿の建物がですね、ガラス張りになっていて、そのガラスの中に本物の本殿が見えるんですね。こういうのはとても珍しいと思います。動画では、こういった神域を直接映すっていうのをやらないようにしているので、ちょっと見えづらかったかもしれないですけれども、中にある本殿のですね、彫刻だとか、そういったものがとても美しくて、いや、これはね、ぜひ、ご自身で、実際に足を運ばれて、見ていただきたいなと思います。とても素晴らしかったです。で、境内には、厳島神社があるんですけれども、その前のところに、古い、船の碇だとかね、そういうものが置いてあるんですね。この辺一帯、この幕張っていうのは、以前は海でしたからね。まあ、こういう部分からも歴史を感じますね。そしてここの御祭神が、氷川神社や八坂神社でおなじみの竹早須佐野の命、そして妻神である串灘姫の命、それから、息子神である大名口の命、つまり大国主の命ですね。多分ご紹介率が一番多いんじゃないですかね。この須佐野の命と、串灘姫の命、そして、大国主の命ですね。まあ、こちらでは大名口の命と言われております。で、こちらが、御朱印でございます。いいですよね。このね、なんかこの豪快で、とても力強い、筆さばきというんですかね。とても豪快な字ですね。もう、江戸木城寺結構ね、シンプルなのも好きなんですけれども、こういう豪快なのも好きなんですよね。それから、ここにね、最初行った時に、授業所がね、ちょっと、誰もいないのかなって感じで、今回もしかしたら諦めなきゃいけないのかなと思ったら、御用の方は、社務所の方へ、来てくださいみたいな、主のね、張り紙がありまして、それでちょっと社務所の方へでピンポンって押したら、とても感じのいい、神職の方がいらっしゃいまして、神主さんなんですかね。とても、なんていうんですかね、こう温かい感じの雰囲気の方がいらっしゃって、そこで書いていただきました。いや、これほんとね、気に入ってます。初保料は300円。というわけで、今回は千葉県の駒森神社のご紹介をさせていただきました。ここもね、本当に歴史のある、とても素敵な神社ですんでね、皆さんもぜひ足をお運びください。特にね、ガラス張りになってる本殿、これは見応えありますね。はい。えのき城寺をまた足を運びたいと思います。そして最後になりますが、ここのところね、一番最後にちょっとご報告させていただいておりますけれどもね、えのきじょうじのラインスタンプの方ですね、神様の絵、これがラインスタンプになっております。これがね、パート1、パート2とありますんでね、ぜひ皆さんにも使っていただきたいなぁと思っております。これがですね、説明欄の方に、URL 貼り付けてありますんで、そこからこう入っていただいて、購入っていうところをポチって押していただけると、とても嬉しいのでございます。それではどこかの神社仏閣でまたお会いいたしましょう。ぐるるるバーン。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。 Twitter、Instagram もやってます。詳しくは説明欄をご覧ください。コメント、高評価などいただけたら励みになります。